んちゃんと無事につながるかな？どうでしょうか？つながるかな？あ、来たー！さんちゃんだー！さんちゃん、お疲れ様ー！どうでーす！こんばんはー！よかった、無事につながった。ありがとう！そうですね、よかった。イェイイェイ。皆さんもこんばんはー。こんばんはー。ゆくにゃんさんのファンの皆さんもこんばんはー。こんばんはー。嬉しい。本当に、すごいもうドキドキしてたんですけど、今。なんで？先輩とのコラボも久しぶりだったので。あ、そうなんだ。ドキドキしてたんで。はい、こっち誘ってくれてありがとうございます。ありがとう。2回目です。はい。2回目です。前回は、はい。ね、そう、さんちゃんがいろいろ企画してくれて。はい。そうですね。前回は、おはようさんちゃんラジオに出ていただいて、もう、ありがとうございます。嬉しいです。今回は。楽しかった。本当ですか？うん。嬉しいです。ね、この絵もね。はい。お互い描き合って。もっとね、これは、さんちゃんが描いてくれた私の自画像は、はい、ね、事前に描いてくれてたんだけどね。そうなんですよ、そうなんです。ヨモニャンさんはもうその場で、ここに今飾ってあるんですけど。え、ありがとう、飾ってくれてるの？光で飛んじゃって見えてなかったんですけど、これです。すごい、額に。わー、どうって。ありがとう。はい、その場で書いてくださって。ありがとう。あー、うん、と、家宝にしてますね、今。ごめん、ヨシロの方さ、はい、貼ってて取れないからごめん。ちょっと、皆さんごめんなさい。ちょっと近くでお見せできないんですけど、はい、固定してて、ちょっと遠目で見てください。お家の壁に。おー、嬉しい。そう、今日はね、ちょっとあるお知らせもあるんだよね。あるので、ね、皆さんお楽しみに、うん、でもちょっとそう、もう少し経ってからお知らせしようかなっていう話をしてて、はい、まだ来れてない方ももしかしたらいらっしゃるかもですもんね。ね、はい、だからもうちょっとしたら発表させてください。はい、発表するんですけど、じゃあちょっとその前に、なんていうんですか、ご紹介っていうか、ちょっとお話っていうか、ですね、前回、はい、というか、ちょっと前、私のショールームの企画の、カノンの日本館ってやつに、よくにゃんさん、なんていう、美味しいお店を教えてくださったりとかして、ご協力いただいたけど、大阪編の時に。はい。時に、やっていただいてありがとうございました。え、ありがとう。それで、次は、カノンの日本語感触が、静岡県と奈良県なんですけど、その準備もまあ、ちょっとしたりとかしてて、つい最近大徳さんのドラマの、で、見たよ。おっ、あ、見たー。嬉しいです。さんちゃんの演技もすごかった。ありがとうございます。そう、私を出させていただいて、その時におしりんさんとご一緒させていただいたので、静岡出身ということで、声をかけた時に、その時なかなかコラボとかもちょっとまだスケジュールもお互いにわからないし難しかったんですけど、その時に、ご紹介いただいた、大豆のお菓子がありまして、紹介したいと思います。それが、こちらです。じゃじゃーん。あ、カカオサブレー。でね。はい。地元なんかたまに、なんかたまになんか、差し入れとかでもらったり、はい、ね、するよね。ちょっとまだコラボは、
わかんないし、できないけど、よかったらこれどうぞって言ってくださって、なので、これをね、なかなかまだ、その、いつか日本完食できるかわかんないので、今日は先に、ゆこにゃんさんと一緒に食べたいなと思うので、はい。こちらを、ゆこにゃんさんにお届けしたいと思います。お、あれですね。あれですね。はい。ハイライト？はい。いただけるんですか？はい。嬉しい。嬉しいなってるんですけど。お、はい、じゃあ、はい。やった。こっちで大丈夫ですかね？はい、OK。大丈夫かな？ちょっと、やろうと思います。はい。届け！届け！あきたー、すごい、待って、はい、待って、難しい。やったー、すごい、届いた、届きましたー、さんちゃん、ありがとう、びっくりしたよ、すごい、はい、ということで、皆さんを待ってる間にこちらを横にあったと一緒に食べていこうと思います。イエーイ、さんちゃん、ありがとう、今回も、はい。難しい。ちょっと、でも前回よりちょっと進化したか、進歩したかなって。あ、めちゃ、もうすごい綺麗にいってたんで、うまいと思います。最後ね、最後がちょっと、本当？最後がちょっと失敗しちゃった。イエーイ。すごい、もうこんな茶番にも付き合ってくれて、面白い、めっちゃ面白い。ある意味演技だよね。確かにそうですね。ね、じゃあ、うん、いただこうと思います。あ、嬉しい。すごい。焼津カツオサブレ？はい。さんちゃん食べたことある？はい、一度会って。あの、大徳さんの時にも差し入れていただいた、うん。あ、そうだ。はい。食べてっていう感じで、あの、くださって、そのご紹介してぜひって言って、はい。いただきます。いただきまーす。さんちゃん、ありがとう。おじいさん、ありがとうございます。開封。開封、すごい。あ、紙の、なんていうの、紙の生地でできた、こう、袋も好き。なんか、いいよね。ほんとですね。わかりました。いや。うん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 。鶏サブレじゃないんですよ。あ、ね、こんな感じ。じゃじゃじゃーん。じゃじゃじゃーん。カツオ。おいしい。匂いが。ね、いい香りする。甘い匂いが。あ、食べたことあるよーって。美味しいですよね。では。あ、頭から行くんだよ。尻尾から行こうと思ってた。あ、多分それぞれの、なんかたい焼きみたいだね。たい焼き、ま、お腹から食べます。よしのは足からだ。足、うん。おっしゃ。足から食べる、はい、いただきます。はーい、食レポ、うーん、うん、うん、サクサクだ、本当ですね、ね、おいしい、おいしい、香ばしい、めっちゃ、うーん、なんかほんのりこう甘みがふわーって出てきて、うん、めっちゃおいしいね、素朴な昔ながらのいい、ね、感じです。うん。これが、八重洲の、八重洲の、八重洲さんの味ですね。はい。ありがとうございます。うん、ん。あ、魚の骨のカルシウムも入ってるみたいです。うん、本当だ。なんて読めばいいんでしょう。魚骨？魚骨？え、わかんない。こっちはちょっと苦手です。カルシウム入ってるのかな。あ、あ、そう、さ、魚骨カルシウムか、魚骨カルシウムが
はい。カツオ味ではないよね。なんか。はい、違います。サブレ。うん。香りも、カツオの香りはしないです。形がカツオなんでね。うん。うんふん。あ、これのなんか説明みたいなのがあるんですけど。これは魚市場って読めばいいんですかね。市場。魚市場？魚？トロ箱に生きのいいカツオが並んでいる様子をサムネにしてみました。サクッとした肌触りを賞味くださいと書いてあります。おー、なるほど。並んでる様子なんですね。うん、美味しいです。やっぱクッキーとは違って。確かに皆さんも、あ、夕ご飯終わったのかな。夕ご飯の時間帯かな。あー、ちょうど夕ご飯ぐらいかもしれないですね。ね、なんか皆さんも食べながらね、はい、食べてください。サンちゃんはいつも夕ご飯、夕ご飯の時間何時なの？決まってないんですけど、うーん、結構バラバラなんですけど、うん、でもまあ大体7時ぐらいに食べると思う。お腹がすく、あ、あ、いえ、ごめんなさい。リモートあるあるだ。ね。お腹がすくと早く食べちゃう、うん。お腹がすいてないと遅く食べちゃうしっていう感じです。あ、でもそうだよね。なんか吉野も、そう、SK 入って名古屋で生活するようになってから、はい、そう、なんかもうバラバラになった時間。あ、ね、仕事の関係でもね、変わってきたりするよね。そうですね、確かに。離れる時間とか。え、なんか昔は、北川家の昔の、夕ご飯の時間は、もう絶対6時って決まってて。おぉ !6 時に、もういただきますって絶対してて。そう。めっちゃ早くない？早いと思います。ね、早いよね。おばあちゃんち、うんうん、おばあちゃんちは時間がだいたい決まってて、5時半から6時ぐらいに食べます。へえー、やっぱ早い。早いんです。早いね。寝るのもすごい早くて。そうだよね、おばあちゃん、ね、では早いです。あ、うちと一緒だっていう方もいらっしゃる。本当ですか？なるほどもね。あ、今コメント、ん？コメントで、うん、私の口癖が、うんうん、カノンはなんですけど、うんうんうん、あの、ヨコニャンさんが吉野はって言ってるのが言ってた。ですか？コメント来てました。えたまに言っちゃう。どうだろう、吉野はっていいのかな。いいと思います。いいかな、子供っぽいなって思っちゃう。今はちょっとやっぱ先輩さん、ちょっと私はの方が本当はいいかもしれないんですけど。ね、難しいね。もう全然何も気にせず言っちゃった。え、なんかこのサブレ、なんか期間限定でチョコ味もあるらしい。そうなんですか。うん。チョコ味も食べてみたい。ね。チョコ味。すごいな。そう。結構、結構大きくて。ね。食べ応えのある。夕ご飯食べた？うん、今日は。食べました。お、お、待ってた。食べたよ。ですか？ん？何を食べたんですか？今日は、水餃子。めっちゃ美味しくて、しかも、なんか餃子が、ニラ、ニラがめっちゃ入ってる餃子で、めっちゃ美味しかった。おすすめだよ。やば、餃子はニラと、
あの、ニンニクとかが効いてるとすごい美味しいです。ね。うん。さんちゃんは？あのは、お寿司を食べました。え？めっちゃ豪華じゃん。すごい。全然。何のネタが好き？サーモンが好きです。あー、わかる。美味しいよね。わかるわかる。サーモンが一番好きですね。うん。よくにゃんさんは、あの、回転寿司とか行かれますか？たまーに。なんか、それこそ、実家に、大阪の実家にいたときは、なんか、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでて、こう大家族だったから、そう、なんか、あんまりお店にこう食べに行くんじゃなくて、なんか、頼んでて、お家に頼んで、なんか銀の皿って知ってる？あー、聞いたことあります。聞いたことある？なんかそう、お祝いの日とかは、なんかそう、銀の皿を頼んで、みんなでこう、お家で食べてた。へぇー。そう、宅配で。そう、そう。いいですね、いいですね。ね。いいですね。ね。うん。お寿司食べたいな。お祝い事とかがあると、うん、あの、私の家も、おじいちゃん、おばあちゃんも集まって、うん、昔はよくみんなで食べてました。その、みんなで。一緒に来た。あ、そうなんだ。はい。あ、なんだっけ、あれ思い出した。なんかあの、さんちゃんと一緒に、あれ、にじゃないよのラジオ出させてもらったときに、さんちゃんのお誕生日で、なんかケーキを美月さんに用意してくれて、なんか動画で、そう、上がってるんですけど、YouTube さんに。あの、ね、動画で、そう、そう、美月さんが用意してくださったケーキを二人でいただいたんですけど、さんちゃんが、え、手づかみだよね。手づかみ。あ、違う。手づかみじゃない。間違えた。あの、フォークを使わずに、こうね、こう、口でかぶって、そう、食べてて、おさ、そう、それがもうびっくり、衝撃的だった。あの、やっぱケーキはかぶりつくものっていうのが、あの、我が家の伝統なので、面白い。それを横にあった、まさかやってくださると思わなくって。え、楽しかった、めっちゃ。丸かじりだ、そうです。はい、丸かじりだ。はい。ねえ、面白い。結構、その、一人用なんて言うんですか、うん、まあ、ですけど、家族でみんなで食べるときは、あの、ホールで、うん、ので、もう、壁ついて、だから、あの、もう、顔面ダイブみたいな感じで、ケーキの中に。すっ、あ、こういくの？え、ちょっと、こう、あ、こう食べるみたいな？はい。すごい。うわっ、すごい斬新、面白い。でも盛り上がりそうだね。え、顔面ケーキはしたことある？したことある。あ、したことないです。そういうなんか、罰ゲームみたいな感じではしたことないです。でも、顔面ケーキなんかちょっともったいないけど、やってみたいなって思う。ああいう、罰ゲームってなかなか、なんか、ものじゃないから。やってみたいです。ね、風のやつとか、ボーってこう。あ、風のやつ？風のやつとか。ねえ。それなんだ。よしな、あの、ドッキリやってみたい。おー、え、それは。ん？まあ、仕掛ける側ですか？される側をやってみたいですか？両方やりたい。両方。え、落とし穴にも落ちてみたい。ああ。落とし穴。なるほど。でも、クッションとかあるのが最近は多いから痛くないんじゃないですか？そうですよね。さすがに、怪我できないからね。そうですよね。怪我したら大変です。放送事故になっちゃいますからね。だよね。ちょっと面白い。うん。非公式チャンネル。なるほど。あ、ファンの方が説明してくださってる。さんちゃん家は、あ、かぶりつき用のケーキと普通に食べるようなケーキと2個用意してるんだね。
あ、そういうわけじゃない？普段は、普段というか、配信でお誕生日会をやってるんですね、このショールームで。なので、その、配信用と、後で食べるよみたいな感じだったと思います、記憶では。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あと、時は、同じっていうか、一個。やってたはずです。そうなんですよ。ちょっと待って。15分経ったかな？あ、20分ぐらい経ってるかな、もう。お、結構。ね、あっという間だね。早い。本当ですね。ね、楽しい。じゃあ、そろそろ発表しちゃいますか？はい。いきますか？いっちゃいますか？いっちゃいますか？そうそう、いっちゃいますか、じゃあ。すごい、1875人の方も来てくださってる。ありがとうございます。じゃあ、どうしようか。こう2人、リモートだから、こう、合わせるのが難しいよね、一緒に言うのが。はい、じゃあ、言っていただいて、うん、カモは、この後のリアクション担当します。おありがとうございます。じゃあ、それで、行きたいと思いますね。はい。皆さん、準備 OK ですか？か？じゃあ、発表まで、3、2、1、じゃじゃーん、どうも！11月の28日の日曜日の愛知スカイエキスポさんでさせていただく、あの頃の君を見つけたの現地でトーク会のになるんですけど、この日程でさんちゃんと一緒にお洋服を着させていただきまーす。いやいやいや、まあまあまあ、イエーイ、反転してるって。あら、どうやって直したらいいんだろう。反転はどうしたらいいんでしょうね。でもこれ直せない、反対になっちゃう。反対にするんですか？どうしたらいいの？ショールームさんっていつも反転だっけ？いや、いつも多分コラボすると反転になっちゃうのか。ないんですけど、多分読めるよって来てます。あ、本当ですか？はい。ちょっと皆さんごめんなさい。わ、ちょっと。わまあ、裏もできないし、見えないね。それ見えないか。はい、でちょっと皆さん判定してますが、はい、あと分かるかな、ね、もしね、スクショの方がいたら判定していただいて、はい。でもあとでね、ツイッターさんとかでも SNS でもまた改めて、はい、宣伝させていただきます。イエーイ、そうなんです。お知らせはこれでした。嬉しいです。ずっと、うん、結構前から、やりたいですねっていうお話は出てたんですけど、なかなか、うん、コロナのあれで延期になっちゃって、ね、タイミング見計らっててできなくて。うん。前作の、はい、なんかね、こういうチフラグとかなんかが、はい、のそうだ、トーク会とかやってたりそしてた時に、なんかショールーム、あ、なんか一緒にやりたいねみたいな、そっからなんか出して、うん、それこそ似た内容の収録の時とかにね、はい、一緒にお洋服考えたりしてたよね。嬉しくて言えることがね、嬉しい。サンちゃん、ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ。先輩と、先輩と、こうやって、やらせていただくのが初めてなので、こう、一緒、お洋服考えるみたいなのが。うん。嬉しい。ありがとう。そう、皆さんね、気になってます。気になってくださってるんですよね。こうお洋服は、はい、はい。ね、あれなんですよ。そう、なんか、最初ね、一緒に決めようかなとか言ったり話したりしてたんですけど、なんかやっぱり、
一緒に皆さんと一緒に決めさせていただきたいなっていうことになって、ショールームさんの投票機能があるんですけど、はい、それを使って投票して皆さんと決めたいなっていうことになっています。なっています。はい、なので今日配信でそれを決めたいなという配信になります。そう、何個か、そう、3つかな、やりたいのを一緒にさんちゃんと候補を挙げさせていただいたので、その3択から皆さん、はい、一緒に投票していただいて1票入れていただいて一緒に決めてください。はい、ます。質問なんですけど、うん、この投票っていうのは、うん、これ横にゃんさんのルームでやっていただけるという形で大丈夫ですか？あ、でもどうだろう、なんかお互い一緒にやってその票を合計した数にする、はい、あー、可能。そしたら、うん、やって横にゃんさんの方でもやって合計、その結果が出た投票の数を、1番がなんだろう20とかだったら20で、さんちゃんも20とかだったら足して40にするとか。お、意味わかるかな？なんか、なんか多分吉野のところで投票したら、なんか多分吉野ファンの方が多いのかな、で多分偏ったりしちゃうから、その結果の票を足した数にすればいい感じになると思う。いい感じ、平等になりそうじゃない？なるほど。そういうことは、パーセントが出るじゃないですか。うん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 。1、2、3位で。うん。パーセントは足しちゃって大丈夫ですか？そう、足すってこと。なる、へそです。なんか、1番の何々に入れてもらった5% と、そのさんちゃんの方のその一番に入れてもらったところのパーセントを足すみたいな。OK です。わかるかな？説明が下手でごめん。ごめんなさい。いえいえ、ちょっと一回やってみましょう。そうですね。あ、そうだね、一回やってみたらわかるかも。はい、もしかしたら同じ順位になるかもしれないですし。そうだね、そうだね。そうしましょう。うん、じゃあ、そうだね、一回やってみよう。皆さん、ちょっと、一緒に、はい、考えていただけると嬉しいです。お願いします。はい。はい、じゃあ、そう。じゃあ、発表したいと思います。やりたい候補を発表させていただきます。はい、こちらです。じゃーん、ちょっと判定します。またはいはい、1番がクリスマスコーデーです。ちょっと11月28日でちょっとまだ早いんですけど、1番現地でトーク会させていただく会場の日程の中で一番近い日で、はい、ま、早めのクリスマスなんですね。はい、一緒にやりたいねっていうことでクリスマスコーデが1番です。2つ目です。で、2番がお揃いコスプレで、まあ、このコスプレは、まあ、何をさせていただくかはそれから考えさせていただくんですけど、お揃いのコスプレで、はい、3番がプロデュースコーデで、なんか私がさんちゃんのコーデを考えるっていう、でさんちゃんが私のコーデを考えたのをお互い着るっていうプロデュースコーデになります。なります。わかりますか？どれがいいか考えていただいて。はい。皆さん、あ、じゃあシンキングタイム。なんだろう、シンキングタイム。はい、決めてください。今お願いします。うん、
新品。投票の準備しようかな。めっちゃ久しぶりに使う投票のあれ機能。カロムです。本当？はい。5番はないですね。5番はないです。3番までですね。あ、投票の時に皆さんの1票だけでお願いします。1票だけでお願いします。2票とか3票を入れるのはちょっとなしでお願いします。1票だけでお願いします。大丈夫かな？ちょっと、もう、あれ？もう始めちゃった。あれ？始まっちゃってますけど大丈夫ですか、シャロさん。なんちゃんとか始まった？ちょっと、フライングしましたかもしれません。全然いいよ。じゃあ、吉野も。じゃあ、始めさせてもらいまーす。ですか？すいません。お願いし。え、全然いいよ。じゃあ、皆さん、お願いします。お願いしまーす。2番が、クリスマスコーデー。2番が、お揃いコスプレで。3番が、プロデュースコーデです。はい。あー。いないかな。ねなる。何がいいかな。何がないかな。何番がでもいっぱいいろんなのが来てる。わからないな。わかんないね。結構カラフルになってきましたよ。ねカラフル。なんだろうな。なんだろうな。カラフルです。何かね、皆さんどうですか、投票完了しましたか、どうでしょう。さんちゃんのとこも投票したよってコメント来てるかな。ちょっとまだ来てないですね。あ、本当ですか。本当ですかね。ちょっとあ、でも結構止まりつつあります。オッケー、あ、オッケー来ました。お、吉野のところも結構止まったっぽいですね。お、オッケーって。じゃあ締め切りカウントダウンいきますか。10から数えます。あ、なんで敬語になってるんだろう、はい、すいません、ごめん。いえ、もう横にゃんさんのもう素晴らしい人の良さがもう決めれております。もう全然もうカロなんてもうなんとかだって言っちゃってもらって大丈夫です。優しい。え、じゃあ一緒にカウントダウンする？はい、やってみましょうか。10、9みたいな感じで。あ、はい、じゃあせーのでいきましょう。はい、せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。カンカンカン。おじゃあ発表をしますか。じゃあ3ちゃんからお願いします。じゃあ第3位から。うん、第3位は1位、クリスマスコスプレ。お、第2位は3のプロデュースコスプレ。お、第1位はドゥルルドゥン、2番のお揃いコスプレです。おー、すごい。どうでしょうのはね、はい、第3位が1番のクリスマスコスプレです。はい、そして第2位が2番のお揃いコスプレです。うんうん。で第1位が、じゃーん、じゃん、3番の、プロデュースコーデでした。おー、ありがとうございます。じゃこれを、はい、そのパーセントを合計したのでいこう。2番のパーセントが何番か、何パーセントか。はい、カノンのところは40、うん、1.6% でした。40?1.6% でした。ちょっと電卓を使いますね。はい。電卓ってあるのかな ?6%。あ、
貸しても、お母さんの携帯貸してもらいます。はい、40なんだっけ、 1.6 です。 41.6% 6足す2番の私の数が、あ、パーセントが 33.5。 はい、から合計が 75.1%。 はい、 75.1% で、で3番のパーセントも足せばいいのか。はい、カノンの、うん、カノン3番のパーセントは 38.2 です。 OK、 足す私のが 36.2 だから、まあ74.4 だから、あ、2番の方が多い。おお、2番の、ありがとう、2番の方が多い。ということで、うん、決定は2番ですね。イエーイあ、よかった、無事にできた無事に決まりました。結構僅差でしたね、うん、あの、確かに。はい、ね、2番のおさらいコスプレです。はい、28人、うん、あ、でもかぶっちゃう皆さん投票ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、かぶっちゃったね。いえ、そうです。なので結果は2番、うん、うん、お、じゃあおそろいコスプレを、はい、お楽しみに。はい、この日程ですね。はい、28日日曜日の愛知スカイエキスポさんの限定トーク会でさんちゃんとおそろいコスプレをさせていただきます。イエーイ、ね、楽しみに、はい、楽しみ、楽しみでございますね。で他の投票してくださった皆さんもちょっとね、申し訳ないんですけど、ありがとうございます、協力してくださって嬉しいですね。ね、楽しみ、おめでてよかったです。とてもよきよきでございます、うん、やったー、いえ、決まりましたね。じゃあもう早速、うん、はい、準備をしようと思います。何のコスプレかは、はい、まあ、当日のお楽しみということで、ね、まあ、まだ決まってないですね、最終的に、うん、そうだね、ま、なんかそう、なんか、いや、こういうのやってみたいねっていうのをね、話したりしてて、はい、そう、さんちゃんが、どう、私もだけど、こうやったことのないようなコスプレをなんか見てたりしてたんだよね。はい、そうなんですね、はいそうなんです。今度の現地で紹介も、うん、レーンは隣でしたっけ、その28日。まだ出てない、どうだ、まだ出てない気がする。あ、隣だと嬉しい。ああ、でも違うわ、個別トーク、え、個別だからあれだ、部数決まってるもんね。吉野は一緒だよ、あの 1,2,3,5,6 部だから、はい、さんちゃん何部だろう。3部、隣、あ、3部ある、あ、3部、あ、3部です。はい、あ、じゃあかぶるかぶるし、はい、あ、レイも多分隣じゃない、多分そうですよね、多分隣なので、はい、まあ、今回のシングルはさんちゃんと隣なんですよね、個別の。そうなんですよ、そう、だから ちょ、あの、ね、ちょうどいいかもしれない。そうですよね、あ、レイ、出てます、あ出てました、あれ、本当ですか、はい、ファンの方の方が詳しいことに、ごめんなさいもう教えてもらってます。え、でもね、かぶってたらね、あ、かぶって隣のレーンだったら見てもらいやすいし、いいよね、はい、楽しみで、なかなかね、あの、コロナだし
当日来れないって皆さんもいらっしゃるかなって思うんですけど、一緒にね写真とかも撮ったりで、ね、あの SNS にアップさせていただこうと思うので、はい、お楽しみください。はい、イエーイ。そうなんで発表は以上でした。イエーイ、楽しみだね。はい、ちょっともういつなんていうんですか、早く言いたいなって思ってたので言えてよかった、うん、ファンの方に ね、はい、ね、まだそう、このね20この11月28日日曜日のアイテスカイエキスポさんの分は5時販売期間中で、はい、だって11月の15日までだ、15日の月曜日正午までが締め切りなので、はい、はい、まだ期間はあります。はい、会いに来てください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次のコーナーに行きますか。行きましょう。コーナーに次はそう、2人の質問コーナーしたいなと思ってね。お、質問は2人についての質問を、さんちゃんのところのコメントも拾いつつ、よしのところのコメントも拾いつつ、はい、だなって思います。ちょっと皆さん全員のね、はい、コメントをお答えできないと思うんですけど、できるだけたくさん拾えるように頑張ります。あ、じゃあ交互に行く、さんちゃん、よし、よし、よ、私、さんちゃん、私みたいな。はい、そうしましょう。うん、皆さんコメントに関しての質問をコメントよろしくお願いします。どしどし応募中、お願いします。ちょっとお水を失礼しますね。うん、なんで、なんで乾くよね。あー、美味しいですね。あ、早速、お、あ、どうかな、質問が届いたんですけれど、まあ答えれる範囲で。じゃあ、そうだね、そうだね。はい、昨日あの歌唱力の あの予選があったんと、お互いに手応えはどうだったっていう風にいただきました。なるほど。ちょっと最初に、はい、してくださった質問があったので、読ませていただいたんですけど、そう、どうだった、うん、あの手応えに関しては、まあ、思いっきり歌えたっていうのはすごくあるので、それはよく、うん、なっていう風に思います。あの前回が1回目の参加で、今回2回目で、うん、あの前回もものすごく緊張してたので、うん、前回よりはリラックスして、あの、すごい歌うことができたんじゃないかなって思いますが、いかがでしょう。私はなんて言って、はい、本番で、あの高音のところで、サビの高音のところで、はい、めっちゃ裏返りました。本当ですか。もうね、あの本当にえっていうぐらい裏返ったんです、声が。もうこれはかなりやらかしちゃいましたね。いや、あの、どこにはあの、うん、楽屋、うん、今回一緒だった、うん、そう、ちょっとまあ曲は言えないんですけど、うん、その、はい、あの、なんていうんですか、みんなこう、おのおの練習をしてるじゃないですか。うんうん、カノンはあの、聞いてて、なんて言って、はい、聞いてて、聞いてれば、さすがにあの、みんなで、あの、やる、あれ、なんですか、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、お互いに聞かれて。あんまりそんながっつりは聞いてないんですけど、まあ、どうしても聞こえてきちゃうじゃないですか。はい、聞こえてきた時はもうすごく、なんだろうな、ヨグニャンさんの何良さというか、良か、お、なんか上から目線になっちゃって違うんですけど、ヨグニャンもすごい素晴らしいと思うところが、こう出てる
で、こう、ヨゴニャンさんの良さがすごくもう、わーってこう、出るの。ね、伝わってきました。ね、はい。え、でもね、ヤスでもね、サンちゃん、そう、ヤスも自然とやっぱ聞こえちゃうじゃん。そう、みんな必死で聞こえてきた。そう、なんか、そう、あの、やっぱ自然と聞こえてきて、え、でもね、もう本格的すぎて、もうすごいと思って。え、なんか、そこも、サンちゃんのところも、サンちゃんの曲も、そう、やっぱこのところがあったんですけど、いや、もう普通にもう普通にファーンって出てて、普通にファーンって出てて、しかもあの練習のとか、発声練習の仕方がもう本格的すぎました。だからなんか、あ、なんか、口の、でもブルブルみたいな、ブーってやるやつ。リップロールだっけ？はい。ブーってやつ。あ、そうそうそう。はい、苦手なんだけど、あれで歌ってて、え、すごいと思って。え、もう、はい、もう、あれ、って感じなの、全然、もうすごくないです。いや、さすがだなと思って聞いてましたね。そんな、ですか。そんな発想がね、あの、11月の15日が1回目で、16日が2回目かな。そう。はい。21時からかな、24時まで、あの、放送が、CS 放送さんの TBS チャンネル1さんで放送があるので、ぜひ皆さん、聞いてください。めっちゃ長いと思うから、聞いてください。はい。さんちゃんのね、はい、見てほしいです。はい、質問ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私の質問を、はい、お答えさせていただきます。お願いします。ちょっと待ってね。コメント、はい、何です。お互いにここが、あ、ちょっとすぐ見つけちゃったの、ごめんなさい。選ばせていただきます。お互いにここが素敵だなって思うところはどこですか？おー、おー、ありがとうございます。もう、うん、早く話して私じゃあ私から、さんちゃんはですね、なんだろう、企画力というか、あの、プロデュース力がすごいなって思う。特に、なんかすごいとか、なんか人柄とか、それから人柄とか、そのやっぱ貪欲さとかもすごいなって思うんですけど、あと、いろんなことができる、ギターとか歌とか曲も作れるとか、うん、すごいことがいっぱいなんだけど、そう、企画力とかプロデュース力もすごいなって思います。なんかサンちゃんラジオっていうこう作って、そうできるのもすごいし、そうなんか一緒にやってて楽しいなと思って嬉しいです。先輩だけど学ばせてもらうことがたくさんあるから、はい、尊敬しますね。いやいや、もう頑張ります。ありがとうございました。あのヨコニャンさんの、うん、あのできるところはもう本当にお優しいんですね。まずもうこれは言っとかなきゃいけないっていうぐらい、もう本当にお優しくて、あのもうそのヨコニャンさんの存在自体が、あの、もう、です。なので、こう、お話も、すごく、なんですか？なんていう、こう、なんていうんですかね。もう、お話も、すごい、こう、言葉がうまく出てこなくても、申し訳ないんですけど、あの、話しかけやすいというか、こう、いい意味でですよ。尊敬はしてるんですけど、こう、話しかけたときにとっても優しい反応をしてくださるので、すごくもうこちらとしてはもう優しさに包まれた感じに毎回なるんですね。あとはあの、こういうとコラボしたときにももうすごいもう準備、このパネルとかもしてくださったりとか、あの、このコラボにあたっても、すごい、あの、もう本当はもっとカノンがやんなきゃいけないでしょって思っちゃうぐらい、もうすごい、あの、ちゃんと、あ、なんて言うんですか、すごいしっかりされてるし、あとは、あの、いろんなこと、演技とかもやられたりとかもする
で、そこも憧れもありますし、尊敬するところがいっぱいの先輩でございます。いや、これは照れる質問ですね。照れるあれでしたね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、はい、そんな感じです。とても照れました。嬉しい。じゃあ、サさんちゃんともそう一緒に演技のねお仕事がしたいなってすごい。本当ですね。したいよね。そうさせていただきたいです。うん、さっき質問で、お芝居で共演するならどんな作品がいいですかっていう質問もあって。うんうんうん。そんな、何でもかのは嬉しいんですけど、横にコラボできたら。ちょっと前に、ハムレット、横にあった。出演されていたハムレットをちょっと拝見いたしまして。拝見いたしまして。いや、そこで、すごい活躍されていて、もう本当に、もう、ハムレット初めて見たんですけど、最近になって。遅ればせながら。もう本当に、こんな、こう、がっつりと、こう、なんていうんですか、本格的な演技を、SK でやられてたんだなっていうのを、おそばせながら知りまして、はい、もう、演技でもいいなって思って見ておりまして。そうです。どんな作品だっけ。そうなんですよ、共演するならどんな作品。あ、なるほど。作品、なんか特に、作品じゃないのかな、演技のお仕事では、なんかなんだ、特に、舞台とかだったら、すごくなんかやっぱ、稽古期間とかもあるし、なんか、そこでもなんか、なんていうの、すごい、距離がね、縮まれたりとか、一緒にこう、作り上げるから、この、実期間が長いから、より、なんか、いいなって、思うから、舞台のお仕事一緒にできたらなって。作品じゃないんですけど。あ、作品なのかな。違うか。はい、すごい、ね、舞台にね一緒に出たいなって思う。SKE でもそうハムレットとかトジノミコトとかそうあったから、そのトジノミコとかハムレットとか出させてもらって、そう先輩方とかもすごい距離が縮まれたりしたから、うん、一緒に舞台やりたいなって思う。やりたいです。ねえ、やりたいよね。じゃあ次、私の質問かな。はい、お願いします。あるかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、いるね。下に行かないとあれなのかな。うんうん。リプロ。ねえ。あれ、あんまり来ないですね。本当ですか。マディスクをやってほしいにゃんって。なるほど、うん、あ、やりたいね。楽しそう。マディスク学園。そうですね。あ、ちょっとな、うん、あ、ありましたか。なんかね、あ、ごめん、大丈夫。はい、大丈夫です。でもね、コメントくれて、でも星になってるんだよね。うん。野菜の二人ですが、これから欲しいことはありますかって。星のところが見えない。なんだろう、はい。これからやりたいこと？はい、やりたいとか、たまに、星になります。あ、かな。なるほど、それでいいかな。ちょっと。進んでみました。じゃあ、
やりたい、お互いやりたいこと。あ、これからやりたいことか。なんでしょう。でもやっぱり演技のお仕事で横にゃんさんとご一緒するのはやりたいことでの一つでありますし、でもそうだよね、やりたいなって思うし、あの、ね、この前の大徳さんのあのドラマのやつとかでも、ああいうのでもいいから、なんかね、演技の仕事したいな、一緒にしたいなってよく思うし、はい、普通になんかあの公演もね、え、出たことないよね。ないよね。MS さんには出たことなくて、ね、逆にあったら、そうですね、出たことないので、それも出たいです。ね、公演も普通にね、一緒に出たいよね。頑張らなきゃですね、ガノンさん。ね、そうですね、公演でも共演したい、ね、っていう感じですね。はい、次の質問お願いします。じゃあ、どうしましょうかね、ちょっと待ってください。よいしょ。でも結構お芝居のお話をさっきしたので、お芝居についてのコメントが多くて、なんだろうな、でもね、吉野のところにね、あの、はい、書いてくれてるのがあるけど、なかったらじゃあ、はい、あ、じゃあちょっと先にお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ行きまーす、はい、お互い動物に例えたら、おーっていう質問が、動物、なんだろう、サンちゃん、難しいね。難しい。サンちゃんは、ふくやんさんは、名前から言ったら、やっぱにゃんがつくので、猫さんなんですけれども。相性決まった。決まったよ。何ですか？あ、言っていい？はい。サンちゃんは、シマウマさん。何ですか？え、ごめん、なんか、あれだったかな。え、なんか、もう、いや、びっくりしました。え、本当？はい。え、これは、めっちゃ気になります。ん？めっちゃ気になります。え、本当？気になる？え、なんだろう。なんか、大人っぽい。なんか、シマウマさんは、こう、モノクロだし、色が。なんか、はい、大人な感じで、なんか、シュッとして、なんか、線がこう細いというか、なんかシュッとしたイメージだから、なんかそう、見た目パッて見るとシマウマさんかなって。あ、じゃあゼブラみたいな女の子って言って、おー感じです。そう、え、ごめん、なんか嫌だったね、ごめんね。いや、もうなフリアさんに言っていただけるなら、もう何でも、もう何でもです。でも、カノンはフクニャンさん、一番最初にパッて思いついた、うさぎさんなんですけど。え、嘘、本当に。けどやっぱ名前がニャンだし、猫かなって思ったんですね。でもやっぱり、うん、あのうさぎがピンとくるかなって思うんです。なんか雰囲気、こう優しいのもありますし、もうカノンにニャンさんの、あの頭に耳が生えてるのが見えます。本当に耳が生えてる。普段のお洋服とかも、まあ、いろんなジャンルを着られてるんですけど、そういう可愛い、すごい着て、着られててすごい可愛いなと思いますし、なのでうさぎあとは、なんだろう、ほっぺの感じとかも
うんうん、すごい最高な感じがします。嬉しい、優しい、はい、ありがとうまた照れてますね私あ、びっくりですね。はい、そう、は初めて来ましたよ。はい、あ、馬、馬、はい、馬じゃない島場さん、島場さん、島場さん、へえー、それでも初めてかウサギさんって言ってもらえたの。本当ですか？うん、あ、もっといっぱい言われてると思いました。え、どんな動物が多いですか？カノマの、ね、うん、猿が多いんですけど。そうなんだ。はい、この一緒にいるぬいぐるみに似てるって言われることが多くて、なんか、あ、見えないな、見、あ、あ、え、なんだっけ、え、名前あったっけ。はい、オラワルって言うんですけど。オラワル、あ、知らない。はい、この子が、あ、なるほど。あ、でも確かに似合えたら、何か言われ、うん、私はね、あの、熊系、熊、ああ、パンダとかアライグマとか。アライグマ、うん、ああ、なるほど、似てるねって言ってもらうことが多い。なるほど、なるほど、そうなんですね。だからそう、あ、そう、パンダさん、そう、パンダとか、そう、だからウサギさんはじめ、そう、あんまりないから、うん、嬉しい、ありがとう。そう、いや、すごく面白い質問、うん、ありがとうございます。面白かったね。はい、じゃあ最後一個一個質問答えて終わりにする？はい、あ、そうしましょうかね。そろそろさんちゃんの質問は何かありますか？質問ですか？あの、かのんは、あの、ちょっと後ろの絵が、絵じゃなくて、あの、後ろのお写真が気になったんですけど、よくじゃないですか？あ、これはですねはい、あの、あ、本当にそうだよね、いつも飾ってて、あの、前撮り、成人式の前撮り写真をした時の写真をお父さんが持ってきてくれて、せっかくだから飾ってるんですけど、なんかでもそうだよね、あの、自分が好きみたいな感じに見える。いやだよ、もう大丈夫かな。ファンの方、はい、嬉しいですから、もうカノンも、はい、今回見れてとてもね、嬉しいので、はい、いっぱい飾ってください。もう、はい、もうずっと毎日、あの、飾ってください。はい。素敵なお写真あるなと思ったので、はい、聞きした。じゃあ、質問は、あの、うん、アドバイスをカノンさんに何かしらお願いします。何でも。何でも、なるほど、はい。お互いの質問ということだね。はい。あ、カノンが横山さんにアドバイスできることはないんですけれども、全然。アドバイス？はい。めっちゃ難しいね。でも難しいですよね。ちょっと結構範囲が広い、あの、あれをしてしまったので。質問してしまって、なんとしましょうね。アドバイス。はい、めっちゃ嬉しい。じゃあ、ちょっと全然変わるんですけど、どう？カノンにやってみてほしい髪型はありますか？おお。でもあれだよね、今。指定に、え、はい、いいんだ。いや、今は、あの、その、公園では、うんうんうん、ダメなんですけど、変えては。はい。してみてほしい。あ、でもそっか、東海の時とか自分でやる時はできるのか。はい。はい、あー、やってほしいのは、ツインテール。ありがとう
見たことないかも。すごく、あの、入って2回ぐらい配信とかでしかやったことない。レアだ。なんか、どういう、あ、編み込みツインテールみたいな、なんか、あ、メイクさんとかね、よくやってくださるから、なんか、ね、そう、やってもらえる機会とかがあって、やってね、もらいたいな。ここを編み込んで、なんか、こう、ツインテールして、うん、で、下は、なんかちょっと巻きみたいな。ありがとうございます。ツインテールみたいな、はい、いつか。ありがとうございます。では、横にあったの方の質問をお願いします。質問、あ、質問、あ、これじゃあいいかな。なんか、もともと、これもともと巻き角でやりたいなって言ってたやつなんですけど、はい、さんちゃんの、あの、オリジナル曲ができたって言ってたから、それを、聞かせてほしいなって思います。質問じゃない、全然お願い事です。いいんですか、うん、あ、でもそれはやっぱ企画として後で やってほしいなと思うから、あ、じゃあ逆に吉野がやってほしい髪型。質問で、あの、でもやっぱり、あの、その結構髪が今長いじゃないですか。うん、長い。で、カノはその長い髪大好きなんですけど、そうですね。逆にこうショートぐらいの、おお、ショートまではいかなくてもいいんですけど、ミディアムぐらい。ミディアムぐらいの髪の毛で見てほしいです。切っちゃダメです。はい、切っちゃダメ、言ったらですけど、切らないで。方法があったらやってみてほしいなって思います。おお、でもいずれかは、まだ切る予定はないんですけど、いずれかはいつかは、まあ、短くしてみたいなって思ってます。そうなんです。でも切る、まだ全然妄想というか妄想、うん、だけど、切るとしたら短くして、そっからなんか、はい、これ辺の、ね、長さも可愛いなって思うから、うん、かはしてみたいなって思う。はい、ぜひしてみて。それでは、ね、じゃあ質問はこんな感じで、はい、質問コーナー、皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。ね、楽しかったね。はい、では、じゃあ、そう、次の企画がね、そう、はい、あれなんですよ、さんちゃんのオリジナル曲を聴きたいっていうか、前回途中まで聴かせてもらえて、はい、そう、それが完成したから、そう、聴きたいんですよね。いい、聴いていただいたやつから、変わった、全然、うん、ですけど、あの、オリジナル曲が1曲、心から歌からっていう題名なんですけど、はい、心から歌から、歌から心から歌からっていう、ああ、題名なんですけど、もうちょっと恐れ多いんですが、この場をお借りして、せっかくこう聞いていただいたので、皆さんに聞いていただこうかなと思うんですけれど、これがですね、あの、自分が、あの、作詞作曲をさせていただいて、あの、今まで、こう、配信とかでも何回かカノのファンの方には聞いていただいてたんですけれど、それが結構デモの段階だったんですね。自分で作った段階だったんですが、それをちょっと、あれ、なんて言うんですかね、編曲してくださる方に、あの、お願いしてたんです。はい、それの、まだ完成ではないんですけど、あの、それの、なんて言うんですか、仮みたいな感じで、今日アレンジしてくいただいたのが、来たので、ちょっとまだ完成ではない仮なんですけど、これから、こう、なんて言うんですか、こう、やっていくよっていう、もっとこれから、こう、やったから、見つめていくよっていう感じの難解のものなんですけど、はい。今日は披露したいと思います。ありがとう。はい。こちらこそありがとうございます。あ、来ちゃった。楽しみだ。なので、早速、とりあえずカラオケなんですけど、
流したいと思います。お願いします。はい。すごい。音量大丈夫です。こういう感じで、あの、シーンをいただいたので、アレンジャーの方に、うん、はい、今から歌を入れて、すごい、で、歌わないとっていう、あの、コメントが来てたので、ちょっと歌わせていただきますね。歌お願いします。曲が聞こえることを祈っております。届いてますか？この歌が私の声が温かな目で私を見つめるあなた抱きついた時は何も言わず受け止めてくれた震える背中何度も強く強く抱きしめて離さないありがとう日だまりの優しさを心からありがとう戦う強さを得たから覚えてますかあの時の二人のハーモニー穏やかな目で私を見つめるあなた二人の時はあまりに短すぎたけれどあなたの言葉ここ
心に深く深く刻まれて離れない。聞いていただきました。お時間を取っていただきありがとうございます、めっちゃすごかった。ありがとうございます。すごい、これを作っただなんて。歌詞もめっちゃ感動する。本当そう、ファンの人も書いてくれた、書いてくださってたんですけど、なんかめっちゃそう人柄が分かって、なんか温かくなる曲で、ありがとう。いやー本当にお優しい、お優しい。感想？感想？なんだ、前奏？あ、最後番？なんだ？あ最後のうーみたいなとこめっちゃおしゃれだし。すごーい。はい、ありがとうございます。めっちゃすごすぎる。ありがとう、こちらこそ歌ってくれて。イエーイ、本当に感謝です。はい、今回あの編曲をしてくださった方が、あの、島崎敦さんという方で、はい。すごい、もうかなりもったいないぐらいの方なんですけど。もっと、D のかな、うん、楽曲提供してる方らしくて、ちょっと、もう本当に、感謝を申し上げたいと思う。全然、カノの力ではね、ここまで、はい、できないので。あの本当に今日はお時間を取ってくれてありがとうございました。すごい、めっちゃ素敵だった。なんかすごい後輩からすごいパワーをもらって、いやもっと頑張らなきゃなって思わせてもらいました。すごい本当にすごい、ありがとうございます。じゃあもう、はい、カノンの歌はこの辺で、はい、そこにはい、ありがとう。これからもこうね、違う曲も作っていこうって思ってるの？はい、そうですね。これからもオリジナルをどんどん増やしていけたらいいなっていうふうに思っていて。すごい。はい。なんか、ね、どうなんだろう、わかんないんだけど、なんか、その、上の、なんかね、著作権はないのか。なんか公演とかでもね、そういうのとか披露できたらすごいよね。サンちゃんのオリジナル曲を。全然まだまだなんですけれど。すごい。はい、ありがとう。楽しかった。素敵、ありがとうございます。楽しい。すごいな。はい。
もう次に行きましょう。そう。でもね、時間がね、だいぶあれの10時まで、はい、22時までですね。そう。あのね、はい、さあもこれもあのできるかなってね、さんちゃんと言ってたんだけど、はい、あのリモートなので、ちょっとうまくできるかが、ちょっと不安なんですけど、あの、あ、時間ありがとうございます。そう、新曲の、そう、そうだ、ショールームさんのカラオケ機能なんか使えないので一緒に歌いたいなと思ったんですけど、はい、歌えないのでアカペラで、はい、新曲のあの頃の気を見つけたのサビを1サビかな1サビを一緒にこう歌って手振りしながらできたらなって、はい、そう思ってます。はい、じゃあ、あのすごいお任せすることにします。すごいシリがなんかシリが言ってシリが反応しました。は大丈夫です。よかったです。ごめんね。はい、全然です。まあ、これはちょっとできるか分かんないんですけど、じゃあ、うん、もう自分の道を信じていく感じでいいですか？そうだね。歌い始めたら惑わされず、自分の道を信じて歌う感じでいいですかね？そうだね。なんかさっきでもカウントダウンしたときに、なんか割と合ってたなって思ったから、はい。感じでちょっとお互いちょっと合わしつつちょっといけたらってでもチャレンジで、はい、じゃあ、あの頃のからそうだね、あの、え、いっせーのね、あの頃のでいくか、はい、いきましょう。はい、じゃあちょっと失敗するかもですが一緒にいきたいと思います。はい、じゃあ吉野が合図するね。はい、いっせーのーね、あーのー、あ、ちょっと待って、うるげせー、うるげせー、あー、あー、いきます、お願いします。え、いっせーのーでで大丈夫だよね。はい、大丈夫です。じゃあいきます、せーの、いっせーのーね、あの頃の君を見つけたんだ、知らぬ間に目を合ってた、どこが似ているのだろう、きっとルックスが似ているわけじゃなくて、別な僕の初めの恋は今だって好きな、ちょちょあ、待って、できた、どうでしたか、少しだけ合ってたっていうコンテントも期待とかして、いや、本当だ、よかったです。あ、よかった、何とか聞いてきたかな。あ、割とうまくいったんじゃない、 ね、割といった気がする。はい、クラブで嬉しい、はい、できて、カノンも嬉しいです。じゃあありがとう。そうだね、最近スペシャルタイム？はい。こっち、こっち。こっちですかね。かな、ハート。あ、綺麗？どうだろう。これへん？あ、行けた？あ、こうか。あ、来た？え、チーズ。あー。パシャパシャパシャ。スペシャルタイムでーす。だよでーす。はい。ハート、ね、結構うまいよね。ハート、おーイエイエイ、バッチシ、イエイ、オッケー、あ、動いちゃった。イエイエイ、どうだろう、いけましたか？ありがとうございます。イエイ。そう、あれ、よしよしよ。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、最後にお知らせ一回、最後ね、決まったの、最後もう一回、はい、そうね、させてもらいます。はい。なんとですね、じゃん。あの頃の君を見つけたの、現地でトーク会で、の11月28日日曜日の愛知スカイエキスポさんで、さんちゃんと一緒にお揃いコスプレをさせていただきまーす。はい。ね、そうなんです、投票でお役も決めさせてもらったんですけど、はい、決めてください、はい、皆さんありがとうございます、ありがとうございました、楽しみだね、はい、
楽しみです。大会もよろしくお願いします。じゃあちょっと、うん、はい、ツイッターなどでもね、ちょっとカノンもできるかわかんないんですけど、お知らせしたらなって思います。そうだね、サンちゃんできるのでお願いします。はい、ちょっと、失礼いたします。おう、こうとけて。はい。お時間もあれなんで、ランキングを。ありがとうございます。うん。はい。ありがとう。そうだね、時間もあれだもんね。あ、はい、そうなんですよ。もっと本当はいっぱいやりたいんですけれど。うん、また3回目もやろう。あー、本当ですか。嬉しい。ね、嬉しいのも。ありがとうございます。今回ありがとう。楽しかった。ありがとうございます。はい、カノン楽しかったです。結構、いろいろやりましたもんね。ね。そうだね。あれまして、質問コーナーもありましたし、決められましたし、もう私の歌も聴いていただいて、もう本当に、ありがとう。ありがとうございました。やったー！ね、本当にもう、そう、お知らせとかもね、できたのもすごい楽しくて、投票で決めてもらったのもすごい楽しくて、やっぱ一番はなんか、ソンちゃんの素敵な曲聴けてよかったなーって。いや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 、ありがとう。ありがとうございます。またやろうねー。こちらこそ、よろしくお願いします、また。ソンちゃん、はい、あれ、時間あるだろうから。先にね、抜け、なんていうの？やってくれていいよ。なんていうの？あ！あ！そうそうそう、時間があるだろうから。あ、勝手に切れるのかな？そうですね、22時になったら、切られちゃうのはあるんですけれど。あ、そうか、切れるから大丈夫なのかな？そうですね。はい。よかった、なんか、時間過ぎたらやばいなと思って。切れなくて勝手にブチっていなくなります。多分22時になった。はい、あと3分。そうですね、じゃああと3分は、あー、まあそうですね、まず今回は本当にゆぐやさんと本当に嬉しかったですし、これからもいろんなお話をゆぐやさんとできたらいいなって思いますな。自分こう現地で東海の時とかもあんまりこうぐいぐい話せなくなっちゃってるので、自分がはい、またいい話できたらいいなって思いますし、コラボもすっごくお洋服のお揃いコスプレも楽しみにしてますし、今回質問とかでも演技のお話とかも出てきたので、たくさん演技のお話もさせていただけたらなって思いますし、なんか演技で言ったらちょっとヨゴニャンさんにはお話ちょっと前にさせていただいたんですけど、まあ、今じゃなくて、そういう一緒に演劇を見たりだとか、そういうなんていうんですか、演技についてこう一緒にこうお話できたらなっていう思いもすごいあるんで、なんていうんですか、演劇部じゃないですけど、そんな大ごとにするとかではないんですけど、一緒にはい、これからも活動できたらすごく嬉しいなって思います。そうなんです、そうだ、そうなの、そうなんです。とかで、サンちゃんと話してて、なんか、はい、本格的っていうか、じゃないんだけど、自分たちで、なんかそう演劇部みたいなのを作って、なんか、そう、感激を、こう、いろんな舞台見るのもすごい勉強になるから、そう一緒に感激とかしに行って、それを、その、舞台の魅力とかも、こうやってショールームとかで、ショールームさんとかで、お伝えできたらね、いいねっていう話をね、してたんだよね。あ、もう本当にまだ夢っていうか、こう、思い描いてるだけなんですけれども、はい、お話していきたいなって思っておりまして、はい。うん今はそう、コロナだからね、ちょっと難しいけど、落ち着いたらね、一緒に行こうね。とても嬉しいです。はい、なので、もうすぐ切れるんですけど、今日は本当にファンの皆さん、ヨガヤンさんのファンの皆さんもありがとうございました。どうもありがとうございます。
ありがとう。楽しかった。ああ、楽しかったです。またやろうね。はい。皆さん。あ、切れちゃったかな？うん。切れちゃいました。すごい。すごい。かつえば、こう切れるのね。よかったです。切れちゃいました。え、これどうなってるんだろう？あ、画面が、あ、黒くなってるのかな？あ、皆さん、ありがとうございまーす。さんちゃんとのコラボ配信終わっちゃいました。ちょっと21時間、予定よりもすごく長く、すごい長くなっちゃって。はい。すごくごめんなさい。長くなっちゃったんですけど。はい。楽しんでもらいましたかね。ねえ、さんちゃんね、本当にいい子ですよ。いいね。本当に。人柄もすごい素敵だし、いろんな、ね、多彩でいろんなこともできて、曲がもう本当に素敵でしたね。本当にもう、こう、先輩なんですけど。いやー、尊敬。そういう部分がすごい多いです。はい。いいコラボです。本当ですか？ねえ、本当に。もう一回3回目もやりたいです。そう、いろんなコラボね。皆さんありがとうございます。6658人の方も。嬉しい。ありがとうございます。てんやん。本当ですか？先輩。22時だよ。あ、ありがとうございます。教えてくださって。いい子。そうですかね。ねえ、さんちゃん、本当に。はい、私もなんか話しやすくて。あ、か、さんちゃんだ見に来てくれてる。突然聞いてすいませんって。なんでなんて謙虚。優しいんだ。ありがとう、さんちゃん。見にも来てくれて。優しい。ありがとう。最後、急いで終わっちゃったから逆に。ねえ、ごめんね。大丈夫だったかな？楽しかったねえ、3回目もやろうね。皆さんもありがとうございます。6824人の方も。すごく嬉しいです。一回宣伝させてもらっとこうかな。はい。はい。そう、そう、今日はですね、さんちゃんとコラボ配信させてもらったんですけど、そう、そう、発表もさせていただきまして、こちらなんですけど、11月28日日曜日の愛知スカイエキスポさんでさせていただく、あの頃の希望を見つけたの現地でトーク会なんですけど、この日にですね、最後のトーク会です、この日が。はい。さんちゃんとお揃いコスプレをさせていただきますので。あ、すいません、反転なんですよね。ごめんなさい。そう。なので、そうなんです。でも、楽しみでございます。そう。で、この日程がですね、5時販売がここですね。11月28日分の日曜日の、そさんちゃんとさせてコラボさせていただく日、愛知スカイキスポさん分が、11月の15日の月曜日12時正午までが5時販売の締め切りなので、はい。今はなかなかコロナもあるので、健康第一でやっぱ考えていただきたいんですけど、はい。一緒にさせていただくので、ぜひ、はい。よかったら会いに来て、さんちゃんと私に会いに来ていただけるととても嬉しいです。おさらいコスプレさせていただきます。写真とかもね、たくさん撮って、はい、たくさん思い出も作れて SNS にもアップさせていただけたらなって思ってるので、待っててください。そう、コスプレ、どんなコスプレかはお楽しみですはい、ということで、楽しかったです。ヒョコニャンさんのファンの皆さんも本当にありがとうございました。ありがとう。ファンの皆さんもありがとうございます。7060人の方も嬉しい。いや、
最後の発動を最後やらせていただこうかな、いつもの。はい、そうですね、そうですね、発動は何がいいかな。あ、じゃあサンちゃんに似てるって動物で例えるとウサギさんに似てると、はい、嬉しいこと言っていただけたのでウサギさんと、あと姉さんちゃんが時空を超えたプレゼントで持って広げたカツオサブレも、あ、お見せしたいなと思います。あー、皆様カノちゃんルームフォローしてやってください。そうですね、フォローも皆さんぜひ、ねえ、さんちゃんも、あのね、さんちゃんラジオとかね、これ、ショールームさん、やってるので、ぜひフォローも、よろしくお願いします。じゃあ、皆さん、最後、発動、いきまーす。よろしくお願いしまーす。はい。いきますよー。よこぎゃーん。ビーム。わーからのー。じゃん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 、カツオサブレちょっとこう来たみたいな感じでもらったせいで、はい、カツオサブレ美味しかったね、さんちゃんありがとう。そしてからのさんちゃんに似てると言ってもらえたうさぎさん、ぴょん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 ありがとうございます。見えましたか入ってたかな、新しいたくさん笑ってほっぺたが痛いですね幸せです、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい、ということで楽しかったです皆さん。また明日も、はい、出演の配信させていただくので、明日はそうなんですよ、リハーサルとかもあるので、夜になりますね。また夜に配信させていただきますので、皆さん見に来てくださいね。そして、そうだ、もう一個お知らせがあるんですけど、あれですね、ツイッターさんの方で発表が、そう、あったんですけど、8期生のメンバーで、そう、現地トーク会でも、8期生のメンバーでも、一緒に、お揃いで、お揃いじゃないか、サンリオさんのキャラクターで着ぐるみを着させていただこうっていう話になって、11月の21日ですね、埼玉スーパーアリーナさんでさせていただく日なんですけど、そう、そこも、そうなんですよ、8期生のメンバーで。そう、ね、休業してる、ソネガイちゃんは、そうなんですよ。やっぱちょっと難しいんですけど、と里が他のかほちゃんがもともとみんなでやろうっていう前にもともと衣装を決めてたので、そう後からそう決まったので、かほちゃんは着ぐるみじゃなくてなんかカチューシャ、サンリオさんのカチューシャをしてくれるみたいなんですけど、そういう形でそうみんなでやらせてもらうので、はい、そこの日もそういうコーデになりました。ね、そう、みんな揃ってまたなんか違うこともできたらなって思ってます。また改めて、はい、SNS で宣伝させていただくので見ていただけたらなと思いますはい、ちょっと最後ごめんなさい、宣伝になっちゃったんですけどありがとうございました。この後は、はい、私はエスコーエンの総協練習したんですけど、この後も頑張りますとまだあるので、おいこない頑張ります。はい。皆さんもお忙しい中、本当に疲れてる中もありがとうございました。明日金曜日ですね。平日ラストで。はい。皆さんも疲れが溜まってきてるところかなって思うんですけど、金曜日も、はい、明日も一緒に頑張るこしましょう。ありがとうございました。この後も頑張ってきまーす。ありがとうございました。シャチホコー。楽しかったでーす。さんちゃんとのコラボ配信もありがとうございました。明日の配信もお待ちしていまーす。ありがとうございました。あれ？あ、これかな？ありがとう。